放送席、ただいまケットバックシーズン2ボリューム6、予選ファイナルラウンド無事終えたわけですも、これからケットバック TV また元気に頑張ってみたいと思います。じゃあまずは今日優勝者ね、この2人、この2人にインタビューしてみたいと思います。今日はね、優勝したファイナルウェポンのお二人でー、今日どうでした？楽しかったです。今日どうでした？やばい、マジやばいね。二人は前回出た時に、まあ、惜しくも負けちゃって、今回見事リベンジを果たしたわけだけど、どうだった？嬉しかったです。まずは第一歩、来月も優勝しますね。まあじゃあ、ね、みんなね、来月はまた注目してくると思うんで、ここね、まあ残り時間1ヶ月しかないけど、気合を入れてね、ぜひグランドチャンピオンになってください。おめでとうございます。ラフラン、ラフラン。じゃあタイトルコールだけ言ってみようか。毎月第1木曜日はやっとわー、ありがとうございました。放送席、改めまして今日のね、キャットバック、シーズン2ボリューム6、テキーラボーイならぬテキーラキングね、ゆうくんです。今日どうでした？酔っ払っちゃいましたよ。いや、私が笑っちゃいました。あのね、ゆうくんね、普段はだいたいね、ダンサー、負けたダンサーさんと、まあ、我々司会者陣に飲ませるぐらいだったけど、最後、みんなに飲ませてないでしょ。あれはどういうこと？いや、テキーラボーイって、なんかみんなに飲ませるとかそういうことじゃないんですか？そういうことじゃないんですか？ってことは、テキーラボーイの美学があるってことだよね。そうです、東京のテキーラボーイは僕なんで。なるほど、みんなを喜ばしたい。みんなを喜ばしたいということでね。まあ、いつもね、テキーラをね、あのボトル買いしてるのはゆうくんしかいないってことでね、まさに今日はね、テキーラボーイにふさわしいテキーラキングでしたということで、ゆうくん、来月のグランドチャンピオンカーニバルも楽しみですよね。そうですね。もちろん多分ね、お声がかかると思うんで、次の仕込みもね、楽しみにしてますよ。明日から頑張ります。はい、じゃあそんなゆうくんと俺と二人でタイトルコール最後にいってみましょうか。毎月第1木曜日はキャットファーク。ここでね、ちょっと合コン現場というかね、なんかこう、なんですかね、政治家の癒着的なね、なんかこう、あ、なんかなんかね、こう慌てれば慌てるほどボロが出るね、みーちゃんがいるんでちょっと聞いてみたいと思います。今日はどうでしたか、キャットファック？今日ね、キャットファックめっちゃみんなバイブス高くて、でもやっぱ最後のウェポンが持ってきましたけど、めちゃくちゃかっこよかったです。ウェポンかっこよかった、イエーイ。ゴルくん、じゃあどうですか？いやー、全部ハイレベルな戦いで、すごくやばかったと思います。全部かっこよかったよ。いやー、コーラがまさか吹き出すとは思いませんでしたちょっとで、ちょっと漏れるぐらいかなと思ったんだけど、ブシャーって言ったから明らかに動揺して、もうすぐ床拭いてって言いに行っちゃいましたもうね、それはもう佐賀なんだろうね、床を拭いてっていうね、新しい歌ができました。床を拭いて、床を拭いて、ラフランス、ラフランス、ラフランス、佐藤家さんって感じだねじゃあそんなね、素敵なね、SGP とみーちゃんではありますが、最後にタイトルコールお願いします。毎月第1木曜日はキャットファーク。ありがとうございました。ね、最高でしたよね。今日は、でも印象に残ったダンサーとかは、浜崎ロキシーすごい好きです、ね。はい、浜崎ロキシーはやっぱりね、オーディエンスの人気すごいありましたよね。そう、でも私、その自分の世界があって好きです。シャンゴドールも大好きです。はい、でもまあ今日はね、初めて地方区のね、ファイナルウェポンがね、はい、優勝したということでね、その辺はどうですか？もうバイブスでもうバッチリでした。もう最高です。私も勉強になりましたね。そう、勉強になったところで、じゃあ来月はね、グランドチャンピオンカーニバルがあるんでね、またぜひね、刺激を受けに来ていただければ嬉しいかなって思ってるんで、はい、ってことで、じゃあ最後にタイトルコールいきますよ。毎月第1木曜日はキャットファーク。ありがとうございます。今日はどうだった、静香？めっちゃ楽しかった。
かった。じゃあね、あのセミみたいな感じこのままほっときましょう。今日どうでした？あ、超楽しかったです。久しぶり。酔っ払っちゃってるの？酔っ払っちゃいましたよ。もっと酔っ払っちゃった方がいいよ、マジで。割り箸、いやもう割り箸、割り箸つけよう、つけよう。ありがとう。やばかったです。ね、どうやばかった？え、どうやばかった？レベルがめっちゃ高かったです。あ、やっぱ高かったよね。みんなかっこいい。みんなかっこよかったね。やばかったです。そうだね、今日はちょっと思いがけない出来事がいっぱいあったね。いっぱいありました。まあでもね、まあそれ以上の奇跡は多分来月ね、グランドチャンピオンのみんな見せてくれると思うんでね、そんな気持ちを込めて、ね、最後にタイトルコールお願いしたいと思います。毎月第1木曜日はやったわー。じゃあちょっとね、あの残念ながら負けてしまったけど、どうでした？もう悔しくて、次頑張ります。まあまた頑張ってよ。はい、頑張ります。またね、多分来年もあると思うんで、その時ぜひリベンジして。はい、来年もあると思うんで、ぜひリベンジしてくださいね。リベンジします。ね、じゃあそんな負けてしまったけど、アゲアゲな君も毎月第1木曜日はやっと。じゃあ、この禁断の果実に行ってみたいな。あ、ごめん。あ、すいません。グランドチェキャット。あ、じゃあ、見事ね、決勝まで残り、まあ、残念ながら準優勝。何をやってるの、それは。ね、グランドチェにインタビューしてみたいよ。今日はね、まあ、惜しくも準優勝でしたけど、どうでしたか？なんかみんなあったかくって、こうなんか目標を持ってここまで来れたことがすごく自分にとってはプラスになったので、これからもレゲエのダンスを続けて、もっと自分を成長させていきたいなと思いました。真面目でしょ、ね、こういうね、ダンサーの人がいるんですよってことをね、皆さんに。今日はどうでした？楽しかったです。餃子よろしくお願いします、ね、こういう人もいるんですよって感じでね、もう宇都宮から来てね、今日はね、オアシスっていうね、イベントの清野くんね、今度なんだ MOB が来たりとかねするね、そんな感じでね、今日は残念だったけどね、はい、でもまあまたこれそれに懲りず、また毎日ね365日ダンスで頑張ってくださいということで、じゃあ最後にタイトルコールいきますよ。ゆかんとちえのチョップスティックで毎月第一木曜日はキャットフォー。ありがとうございました。テスミギス、今日どうだった？楽しかったです。ねえ、でも来月はさ、もう楽しかった相手がライバルになるわけだよね。そうですね。来月に向ける意気込みは？これから頑張りたいと思います。はい、ね、いつもこれから頑張るデスミギスね、最高です。皆さんね、来月グランドチャンピオン大会ぜひ見に来てくださいねってことでね、そんなデスミギスとチョップスティックで最後タイトルコールいきましょうか。毎月第1木曜日はキャットファー。セゲでゴージャゴンフィルム見切りつせだ、イエー。